ハレルヤ、主イエスキリストの御名を褒めたたえます。皆様おはようございます。2016年7月17日の主の十字架クリスチャンセンター神のしもべ長崎教会主日第二礼拝を始めてまいりたいと思います。それではまず総額とともに心を進め主を待ち望んでまいりましょう。それではまず初めにあたりご司会者の方でお祈りさせていただきたいと思います。天のお父様、この第二礼拝の時をありがとうございます。主がお一人お一人を名をもって導いてくださり、共に礼拝する恵みの場にこの導き入れてくださり、共に集い礼拝することができるように、賛美することができるようにしてくださっておられることをありがとうございます。どうぞこの礼拝を豊かに祝福し、主が喜びと祝福を持って恵みを持って豊かなご臨在を表し、そのただ中で礼拝することができるようにどうぞお願いいたします。遅れておられます兄弟姉妹などがおられましたら、その方々の足を強め早め、共にこの礼拝の場に加わることができるように力強い御手を持って導いてくださいますようにどうぞお願いいたします。初めにあたりイエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。それではご臨在の主に感謝の握手をしまいりましょう。ハレルヤ。それではまず前半賛美の時を持ちてまいりましょう。皆さんおはようございます。それでは立ち上がれる方は立ち上がって、ここに満ち満ちておられる主を賛美してまいりましょう。53番リバイバルから支配から解き放つ
16番十字架の灰。このあなた方はこのパトモス派遣期間中、このあなた方が祈った祈りは聞かれていると言われます。さらにこのその祝福と恵みがこの流されていくゆえに、それをしっかり受け取る用意をしておきなさいと言われます。私は私の言葉とともにあなた方にいくつもの印を見せていく年があります。それはあなた方は手ほどの雲に関してこの主に感謝し、心から賛美を捧げていきなさいと主が言われます。一人一人の領域に大雨が降ってくると主が言われます。この私はこの教会にこの恵みと祝福を注いでいると言われます。それこの教会としてこのあなた方は これから受け続けていきなさいと言われます。それではもう一度賛美を捧げていきましょう。13番です。見た
様、あなたが賛美を受け取ってくださったことを感謝いたします。感謝してイエス様の御名によって祈ります。アーメン。どうぞおかけください。それでは、礼拝の中で、神様との、交わりの時、お祈りの時を持ちてまいりたいと思います。ただいま、このパトモスチームから、伊沢木原誠牧師、また喜び姉妹が、帰ってこようとしておられますが、都合があって、遅れて、ただ事情があって遅れておりますので、無事に帰ってこれるようにお祈りいただければと思います。あと、今週の水曜ですね、20日にもたれます、カリスマセミナー、また長崎カリスマ聖会のためにお祈りいただければと思います。それではお祈りの時をお持ちしてまいりましょう。イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。それでは共に主の祈りをお祈りしてまいりましょう。お慣れになっておられない方は左手のスクリーンをご覧ください。主の祈り。天に増します。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ。御国を来たらせたまえ。御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日常の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アメン。失礼します。それでは、主の御体と血に預かります聖餐式の時を、松本としては牧師に導いていただきたいと思います。皆さんおはようございます。それでは聖餐式を行っていきたいというふうに思いますけれども、本来でしたらね、イザヤ牧師と喜び姉妹がこの第一礼拝と第二礼拝のちょうど間ぐらいに長崎教会に帰ってくる予定であったんですね。パトモスチームからですね。ですが、皆さんご存知のようにトルコの空港でのクーデターがありまして、そのちょうどその日に、トルコ空港に、チームが入って帰国するぞって時にクーデターがあったので、もうもろにタイミングがかぶった状況で、帰国が遅れております。でもしかしたら明日まで、明日になるかもしれないというような状況までちょっと踏まれてましたけども、先ほど無事にこちらに飛び立ったということでした。で、なので今日の夜に成田空港に到着、12時間フライトがありますので、今晩夜、成田空港に到着して、イザヤ牧師 B ちゃんはおそらく明日から、ちょうど九州政界なんですね、秋元牧師を招いて。なので明日ですね、こちらの方に戻ってこられるんじゃないかなというふうに思います。まだちょっと細かくですね、インターネットの状況も悪くてですね、連絡が取れてませんけれども、そのような状況です。ぜひですね、最後まで守られるように、このフライトもですね、完全に守られるように、ぜひ皆さん覚えてお願いいただければと思います。それでは聖餐式の時をお持ちしてまいりたいというふうに思います。聖餐式とは主の死を告げ知らせるための式であります。私たちの教会では主イエスキリストご自身の救い主として信じ告白しておられる方はこの式に加われることをお勧めしております。またオンラインの方でも
方でもぜひですね、聖餐のご用意をしていただいて共に預かっていただければというふうに思います。それでは初めに聖餐式のためにお祈りさせていただきます。恵み返する天父様、この恵みを心から感謝いたします。今ここにありますパンとブドウ酒を、流された血を裂かれた身からとしてくださって、それを受け取る信仰を私たちに与えてくださいますようにお願いいたします。私たちのうちにおられます聖霊様が導いてくださり、今真実にあなたの前に悔い改めることのできますように、十字架の恵みをもって導いてください。この恵みを感謝いたします。感謝して主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アメン。それではお一人お一人その前に静まって、悔い改めの祈りの時をお持ちしてまいります。これらの祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。それでは素朴の地に御体と血をお配りいたしますので、お席にお座りになってお待ちください。それでは神の御言葉である、聖書の御言葉をお見せしていただきます。感謝を捧げ、私は死から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるようパンを取り、感謝を捧げたのにそれを先こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。主の御体ともにいただきましょう。夕食の後、
杯をも同じようにして割りました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。主の血を共にいただきましょう。お祈りいたします。愛する天の父様、あなたの皆の賛美をたえます。あなたのこの十字架の恵みを心から感謝いたします。聖餐を通してあなたが私を祝福してくださり、一つとしてくださったことを心から感謝いたします。感謝して主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。感謝いたします。それでは、聖餐の恵みに預かりました後は、私たちから感謝の捧げ物の時を持ちてまいりたいと思います。神の国と神の義を賛美しつつ喜んで捧げてまいりましょう。それでは、献金の感謝の祈りを、司会者の方でさせていただきたいと思います。天のお父様、この献金ができる、その捧げ物ができるその恵みと、また特権の時をありがとうございます。この捧げられました、献金を主が天の御国の御用のために豊かに増し加え用いてくださいますようにどうぞお願いいたします。また捧げられましたお一人お一人の、すべての場面において、その捧げられました30倍、60倍、また100倍、それ以上の豊かな実を、祝福を、恵みを豊かに注ぎ、それを見ていくことができるようにどうぞお願いいたします。お一人お一人満たしてください。感謝いたします。イエスキリストを皆によってお祈りいたします。アーメン。失礼いたします。
しました。それでは、特別賛美の時をお持ちしてまいりたいと思います。本日の特別賛美は、長崎教会 CS チーム、今度白馬に出場されますので、そのあります、今回特別賛美となっております。それではよろしくお願いいたします。CS チームです。ハレルヤホザナを歌います。素晴らしい特別賛美の時をありがとうございます。ぜひ白馬に出場しますので、ぜひ覚えてお祈りいただければと思います。それでは本日の聖書箇所、失礼しました、聖書朗読の時に移ってまいりたいと思います。本日の聖書箇所は新約聖書マタイの福音書の7章の24節から27節となっております。こちらと同じ新改訳聖書第3版ですと、新約聖書の12ページとなっております。よろしいでしょうか。それでは、お読みさせていただきたいと思います。はい、聖書マタイの福音書7章24節からです。
だから私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は皆岩の上に自分の家を、建てた賢い人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ風が吹いてその家に打ちつけたがそれでも倒れませんでした。岩の上に建てられていたからです。また私のこれらの言葉を聞いてそれを行わない者は皆砂の上に自分の家を建てた愚かな人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいました。しかもそれはひどい倒れ方です。この聖書箇所から松本俊哉牧師に後半賛美の後メッセージを取り継いでいただきたいと思います。感謝いたします。それではですね、今読んでいただきました聖書箇所からともに学んでいきたいというふうに思いますけれども、先ほど申し上げましたようにそのパトモスチームですね、皆さん本当に感謝いたします。クーデターの影響で、ですね、帰国が遅れておりますけれども、チーム自体非常に祝福されたんですね。で、まあ、本来この礼拝の時にその時の証とかですね、またそこで示されたことなんか、ビーちゃんの証とかイザヤ牧師を通してそれを分かち合うことができたというふうに思うんですけども、今週ですね、恵みによってパウロ秋元牧師が九州に来られて、カリスマ聖会が行われて、長崎でも20日の日に長崎カリスマ聖会が夜、水曜日の夜ですね、行われます。まあ、平日なので難しい方もいらっしゃるかもしれませんけど、ぜひですね、足を運んでいただければと思いますし、オンラインでもその日は配信もちろんしますので、ぜひですね、備えていただければというふうに思います。で、まあ、この後また、メッセージの中でも少し触れたいというふうに思いますけれども、まあちょっとまあ、パトモスチームのことも覚えつつですね、読み言葉から神様に期待して学んでいきたいというふうに思います。それではもう一度賛美の、その前にですね、賛美の時を持ってまいりましょう。今日は大丈夫ですか、はい、ありがとうございます。賛美をしていきたいと思いますけど、今日は酒井兄弟のお仕事なんか、用事があられて第一礼拝に来られたので、今日は女性2人ですね、小村さん、よろしくお願いします。隣に渡っておりますが、はい、なんか新鮮な組み合わせなので、はい、それでは共に賛美をしていきたいと思います。詩編からですね、詩編61番からですね、賛美をしていきたいと思います。お願いします。よ深い淵から私はあなたを呼べます。主よ私の声を聞いてください。私の られるなら、主よ誰が見前に立ち得ましょう。しかしあなたは許してくださるからこそ、あなたは一人を恐れられます。私は主を待ち魂は待ち望みます。私は主の御言葉を待ちます。私の魂は夜回りが夜明けを待つのに勝り、誠に夜回りが夜明けを待つのに勝って、を待ちます。イスラエルよ、主を待って。主には恵みがあり、豊かな贖いがある。主はすべての不義からイスラエルを贖いなされる。11
番リバイバルが始まった。足音聞こえてきた、賛美が満ち溢れた、時が動き始めた、扉が開かれた、始まったリバイバル、始まったリバイバル、世界喜びの歓声が湧き上がった、始まったリバイバル、始まったリバイバル、あなたの素晴らしい技を褒めたたえます。ハレルヤ。もう一度賛美します。足音聞こえてきた、賛美が満ち溢れた、時が動き始めた、扉が開かれた、始まったリバイバル、始まったリバイバル、世界中に喜びの歓声が湧き上がった、始まったリバイバル、始まったリバイバル、あなたの素晴らしい技を褒めたたえます。ハレルヤ。もう一度紹介しましょう。15番を参加します。肩に栄光を
し上がれる。すべて主に捧げます。我が命あなたのもの、ただ一人あなただけ礼拝し捧げます。すべて主に捧げます。我が命あなたの、もう一つ、ただ一人あなただけ礼拝し捧げます。すべて主に捧げます。我が命あなたの。誰でも私についていきたいと思うものは自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさいと主張されます。私はこの教会に与えたこの言葉をさらに具体的にあなた方のうち開き、またそのあなた方の網の中に開いていこうと主張されます。主はあなた方をこの終わりの時代に計画を持って選び出し召し出したことを覚えなさい。あなた方に与えられている召しと使命を確かめようとしていきなさいと主張されます。主はあなた方を用いていこう、信仰を持って固く立っていきなさいと主張されます。それではもう一曲賛美を捧げたいと思います。22番、賛美の時をありがとうございます。この予言の言葉を心から感謝いたします。今日座りましたお一人一人を心から感謝いたします。またオンラインで共に礼拝している方々お一人一人をありがとうございます。天父様、パトモスチームを心から感謝いたします。ここまで主が守り導いてくださって無事に、フライトできたことをありがとうございます。最後まで完全に守り導いてくださいますように心からお願いいたします。今から御言葉を語ります。どうか主が豊かに語り、どうか必要な言葉をあなたが与え豊かに導いてください。私たちはあなたに期待いたします。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。どうぞ座りください。感謝いたします。私たちのために十字架にかかり蘇られた、御神に蘇られたイエスキリストに期待して今日御言葉から学びたいというふうに思います。
先ほどもお話ししたようにパトモスチームのためにぜひですねお祈りいただきたいというふうに思います。ですね、今週の、ね、御声新聞ですね、購読していらっしゃる方は表紙がもうバンとパトモスチームのことを書かれていますけれども、まあ、前半として書かれています。で、週末の備えに向けて、ということで、まあ、タイトルが大きく書かれていて、記事が載っておりますけどぜひ目を通しておいていただければというふうに思います。で、パトモスチームの音声がですね実はこの期間中ですねずっと配信されていたんですけども、私も全部かな全部聞かせていただきましたけども、やはりこう備えるということがですね語られていました。先週ですねちょうど油を備えるということをお話をここでさせていただきましたけども、備える週末の時代において備えるということがについて語られていました。備えるというところで感謝をする、備えるということで祈るということから語られていましたので、ぜひですね皆さんも覚えて終末の時代終わりのことの時代における備えということをですねしていきたいと思います。で今週というかこの1週間でですねフランスのテロですよね、一つトラックが突っ込んで60名以上の方が亡くなられたというニュースで見ましたけれども、があって、そして土曜日にはクーデターですね、まあ、それ自体は失敗したということでしたけれども、市民の方々たくさん亡くなられて100名以上、私が見たときは100名以上でしたけれども多くの方々が亡くなられたそうです。で、週末終わりの時代のことを思わせるような出来事というのは頻発しています。民族は民族に敵対し方々で戦争が危機が起こり戦争が起こるというふうに聖書言っているので、そういったまあ、終わりの時代における兆候というのが今見え隠れしていますので、しっかりとですね皆さんもそういうことを意識してですね捉えておいていただきたいと思います。で、今回そのパトモスチームが、まあ、クーデターにあったんですけども、まあ2週間ほど前にちょうどそこで同じ場所でテロがあったところでしたけれど、空港で同じ場所でテロがあったので戦車とかがですねどんどんクーデターで入ってきたんですね。空港の中に入ってきて爆発音とかも聞こえて銃声、威嚇射撃とかの銃声だったそうだったんですけども、そういったのが聞こえて本当に怖かったと、チームの方々がブログでその心境を綴っておられましたけれども、なんかこう自分たちの本当に間近に迫っていることなんですね。もう本当にすぐ隣で銃声が聞こえて爆発音が聞こえるっていうそういった時代の中に今あるので、ぜひですね皆さんそういった時代なんだということをですね意識して備えておいていただきたいというふうに思います。でもう一つ、ありまして、一つはですね、賛美大会ですね、今年からネーミングが変わったんです。今まで全国ゴスペルグループコンテストってちょっとダサい感じだったんですけども、ちょっとおしゃれに J ゴスペルコンテストってなってですね、それアルファベットで表記されてまして、ちょっとおしゃれにリニューアルされてますけれども、からは、先ほど歌っていただいた CS 長崎教会 CS チームですね、そして、ヤングでピースが出場します。ぜひですね覚えてお祈りいただきたいと思います。まあ次の来週の日になりますけれども、特に子どもたち と、CS とあとヤングの方はですねついて当日なんですね。長崎からだいたいバスで15時間、ぐらいですね、パトモスから帰ってくるのと同じぐらいの時間バスに乗るわけですけどもですね、バスに乗って移動して着いたらすぐ賛美大会って感じなので、ぜひ子どもたちのためにもぜひ覚えておいていただければというふうに思っております。それから一般の方では今年は長崎教会から残念ながら、まあ、一般の部の出場はないんですけども、今回は北九州のミラクルとそれから、ルミエールと2チーム諫早教会のルミエールと出場します。諫早教会に関しては特にですねもうしょっちゅうお世話になっているとかですね、特に山里ゴスペルクラブの関係とかではですね、諫早教会美智子さんにも横ちゃんにもとてもいつもお世話になっているので、まあ、今度はですね朝日教会としても精一杯できることをサポートできればなというふうに思っております。ぜひですね覚えてお祈りいただければというふうに思います。で、賛美隊の働きの中に実はですね昨日、山里ゴスペルクラブが、コンサートに行ってまいりました。で、新生山里ゴスペルクラブといいますかですねちょっと違うんですね。というのは今純子牧師がずっと介護で、まあ、いつも第一礼拝に来られてるんです。今朝も第一礼拝に来られていて、第二礼拝は、お母さんとご一緒にオンラインで礼拝をしておられるわけなんですけども、なかなかこう来ることが今できない状況の中で、まあ、山里ゴスペルクラブもある期間ちょっとお休みされるということになって、それまでですね
幽霊部員だった私がですね、まあ、ちょっと今山本とかそういうクラブで今一緒に歌ってて、で綾さんも一緒に入って、であと山本牧師と3人ですね、今クラブ山田とゴスペルクラブに、まあ、また入りました。それで一緒に働きに入ったわけなんですけども、昨日はあぜかりですね、あぜかりにある特養特別養護老人ホームで のコンサートだったんですね。その特養が施設側がしている夏祭りに招かれる形で20分間時間をいただいて、まあ、コンサートさせていただきましたけども、非常に祝福されたんですね。で当初聞いていた話ではですね、30名から50名ぐらいの方々がいらっしゃって、で90代ぐらいのおじいちゃんおばあちゃんが聞いてくださるっていう話を聞いてたんですね。でそういう感じなんだと。実際はですね、まあ夏祭りというそのイベントがされていたことも手伝って、実際には70名以上、もっとおそらく100名はいたんじゃないかなっていうぐらいの人がもうたくさんの方々がそのフロアにごった返している状況だったんですね。で年代も90代のおじいちゃんおばあちゃんだけじゃなくて、その特養に入ってらっしゃる方は大体70代から90代って感じで、また元気なおじいちゃんおばあちゃんもたくさんいらっしゃって、でそれと別にそのご家族ですね、施設の利用者の方のご家族なんかもいらっしゃったので、本当に子供から大人までいっぱいいたんですね。おじいちゃんおばあちゃんまで、でたくさんの方々にの前で5曲でしたけれども歌ってくることができました。で一番後ろに座っていた方がなんか1曲目歌い終わったらですね、一番前の席まで来てですね、こうやって聞き入ってくださったりとかですね、初めからですねずっと涙ぐんでですね来てくださってる方もいて、その時は昨日はですね、のぞみちゃんがプロジェクターをしてくださってたんですね。でこうやってこっちがステージ側でこっちが客席側としたら、客席側にプロジェクターの人って座るんですけど、のぞみちゃんの後ろからどんどんですね人の声が聞こえたって言ってましたけども、そういったふうに特養に入ってらっしゃる方ですから、当然声を出したりとかですね、大変な人もいたというふうに思うんですけども、それ感じさせないぐらいすごい大きな反応があってですね、一緒に声を出して歌ってくださったりとか手拍子をしたりとかしてですね、すごく喜んでくださいました。で嬉しかったのが、前にですね一回下見に行ったんですね、会場の下見どういったところでするのかなって行ってきたんですけど、その時に実は私たちの施設でするのはこういう外部から招いてするのは初めてなんですっておっしゃったんですね。でそれで今回山里ゴスペルクラブさんにしていただいて反応が良かったらまたこれからもよろしくお願いしますって言われてたわけなんですね。で終わってからですね、このコンサートが終わってからですね、施設の方がその担当者の方がですね来てくださって、とても反応が良かったですって言ってくださって、またこれからもよろしくお願いしますって言ってくださったわけなんですね。では神様に感謝しました。というのはそのあぜかりってなかなか今まで行ってない地域だったところもあるので、一つやはりこう宣教する場所があるだけでですね大きく違うんですね。賛美隊が立てる、そこからやはり宣教することができるというすごくいいことですし、昨日思いがけないことにですね、あそこであぜかりですね、あそこでですね山里のこっちに住んでいらっしゃる方がいらっしゃってですね、ちょっと話すことができて、すごく親しく心を打ち解けてですね話すことができまして、神様が面白いことをされるなと、あんな遠いところでまさか山里の人と会うと、小峰に住んでるって言ってましたけどそういった人と会えるとはと思ってですね、すごく嬉しく思いましたけども、非常に神様が働かれたコンサートでありました。パトモスチーム期間中だったんですけども、こういったいろんな働きがですねこの期間中にも行われていることも、今神様が本当に宣教っていうことを語られているので、どんどんとこうやってこれからもですねいろんなチームが、まあ、もちろん山田だけじゃなくて五島とかですね、島原とかいろんなチームがですね、どんどん出ていくというふうに思いますけども、ぜひお祈りを覚えていただきたいというふうに思います。それでは早速御言葉に入っていきたいというふうに思いますが、今日はですね、マタイの福音書の7章を開きさせていただきました。先ほども申し上げましたけども、先週は、マタイの福音書の25章を開いたんですね。何を語ったかというと、油を備えるということについて共に聖書から学びましたけれども、そこでですね出てきたのは愚かな娘と賢い娘でした。で今日も実はその愚かな人と賢い人が出てくるところなんです。でこのマタイの福音書の中を見ていくと、この愚かな人賢い人っていうのはこことこのマタイの福音書の7章のここと
それから油のところの愚かな娘、賢い娘というところなんですけれども、2つですね、見比べるとやはり共通してですね、分かることがあります。今日は少しそのことを少し学びたいというふうに思うんですけれども、マタイの福音書の7章24節と26節を見ていきたいというふうに思うんですけれども、ここでは、その賢い人と愚かな人が何が違うのかということなんですけれども、24節、だから私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができますですね。24節の方ではこの賢い人に関して私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者とあります。一方26節の方ですが、また私のこれらの言葉を聞いてそれを行わない者は皆砂の上に自分の家を建てた愚かな人に比べることができます。つまりここではっきりと分かることは何かというと、神様の言葉を聞いてそれを行う人と行わない人ですね。行う人のことを賢い人と言い、行わない人を愚かな人と言っています。注意しないといけないのは両方とも聞いているんですね。両方とも神の言葉を聞きながら従った人、神の言葉を聞きながら従わなかった人っていう違いなんですね。ですから聞き従っているか、聞き従った人か、聞き従わなかった人かという違いなんですね。ね、賢い人愚かな人というときに実はこれは同じ共通点なんですね。先週学んだ賢い娘愚かな娘のときも、神様に神様が来られるその再臨のときが近づいているから備えなさいということに対して神様に引き従って備えているかどうかということでしたけれども、ここも神様の言葉に従っているか従っていないかということで賢い人愚かな人っていう使い分けがされているわけなんですね。で、実は私たちの歩みの中で聞き従うっていう事柄がものすごく大きなポイントであるわけなんですね。今回パトモスチーム そのメッセージの中でも聞き従うっていうことがたくさん語られていました。で、備えなさいっていうメッセージだったんですけども、聞き従う中で備えるわけなんですね。聞き従うっていう土台があるからこそ祈る、聞き従うっていうことがあるからこそ感謝をする、聞き従うからこそ私たちは信仰の闇を全うしていく必要があるんだっていうことを、それ備えていく必要があるんだっていうことを話してらっしゃったわけなんですね。ですから私たちがこの聞き従うってことに関してですね、目を開かれるなくちゃいけないわけなんですね。だから聞き従うって一体何だろうって思いませんかね。聞き従う、もちろんそれは神様の声を聞いて従うことなんですね。神様の声を聞いて従うですね。まず私たちは神様に聞くっていうことから始まっていきます。そしてその言葉に従うっていうことが出てくるわけなんですね。で、皆さんがこの聞き従うっていうことからに関してどれほどそれを知っているか、またそれを実際に体験しているかということが大きな鍵になってくるんですね。で、じゃあ聞き従うことが大切だからって言って、じゃあみんなが本当に聞き従ってるかっていうと必ずしもそうじゃないかというふうに思うんですね。悲しいから人間はですね、この聞き従うことよりも先に自分のことを考えたりしがちですね。だから自分の良いと思うことを考えたりしがちですね。例えばお昼ご飯どうしようっていうふうに聞き従う先にですね思うものだと思いますし、何か誰かですね、誰かのために何かしてあげたいと思った時も、例えばその時になんか自分ができることは何だろうって最初もちろん考えるというふうにですね。で、人間はそういうものなんですね。そういう性質を持っているわけなんですね。ですが大切なのは、一番大切なのはそこではなくて、もちろん神様はその私たち個人個人一人一人をですね、その考えを、その個性を、その丸ごとを用いてくださいますけれども、一番大切なのはその上で神様は何ておっしゃっているのですか、神様は何を語っておられるのですかということを聞き従うということに最も重要なポイントがあるわけなんですね。私たちが何か良いと思うことをすることではなくて、神様が語られることに従うですね。これが一番大切なことなんですね。私はですね、以前もう3年ほど前になりますけれども、以前タイカンボジアチームという海外宣教のチームにですね、加わって行かせていただいたことがあったんですね。実践派遣チームです。これはイスラエルチームとかはですね、イスラエルパトモスチームとかは現地に行ってイスラエルとかパトモスに行って祈り込むっていうことが、大きなメインのテーマにポイントがあるわけなんですけども、いただくで、このカンボジアチーム、タイカンボジアの方の実践チームなので、実際にそこに行って宣教をするんですね。路上ライブをしたりとか、伝道集会を開いたりとか、具体的に宣教をするっていうチームだったんですけれども、当然
いろんなところで、まあ、その時はギフツも一緒にチームにいて、路上ライブもいっぱいこうしていきました。で、私もイザヤ牧師と一緒に路上ライブ、タイとかですね、カンボジアとか路上ライブしたわけなんですけども、私はこういう考えだったんですね。そういった、まあ、実践チームということで、よりこう具体的にこういろいろしなければいけないので、例えば良い路上ライブができますようにとかですね、今日伝道集会のメッセージが祝福されるようにとかっていうことからが、中心だというふうに思ってたわけなんですね。ところが私そのタイカンボジアチームで一番私がですね、強烈に感じさせられたことはですね、その毎朝持たれている蒼天の時間にあったわけなんですね。祈りの時間ですね。当然その日一日のスケジュールっていうのは、まあ、決まっていることもあればまだ全然決まっていない、飛び込みで路上ライブをしたり飛び込みで伝道集会をしたりしていく感じなので、まだ全然決まってなかったりもするんですけれども、まずそこですることは何かというと、最初はもちろん感謝して賛美をして感謝して予言をしてですね、しばらくそれをした後1時間半ぐらいのその蒼天の時間ですね、およそ1時間ぐらいですね、祈り聞き従えるようにということだけを祈ってたわけなんですね。で、自分は秋元牧師がもちろんその時リーダーだったので、秋元牧師はずっと導かれていて、秋元牧師は何を祈るのかなって、メッセージのために祈るのかなとか、路上ライブのために祈るのかなと思ったら、とにかく聞き従えるようにってことだけを1時間祈ったわけなんですね。例えばですね、自分が、思い込んでることとかですね、自分の考えでを神様の御心と思ってしまわないようにとかですね、それから逆に神様の御心でないことに従ってしまうことがないように、人に流されてしてしまうことがないようにというようなことを1時間かけて祈られていたわけですね。私はそれをですね、見てびっくりしたわけなんですね。今日どこでコンサートしようかとかですね、どこで路上ライブしようかとか、今日のメッセージをどうしようかというような祈りというのは、もちろんちょこちょこっとその祈りの中ではあったというふうに思うんですけども、しかし大部分は聞き従うことができるようにというのだったわけなんですね。で、私たち自身が聞き従いにくいものであるということから、まずそういうことを認めて知って、聞き従いますようにという祈りをしていく必要があるわけなんですね。で、この賢い人と愚かな人の違いというところで、聞き従うというこの決定的な違いというのは、実はこの愚かな娘、賢い娘のことも、から見て分かるように、決定的で全くそこで白黒分かれてしまうぐらいの大きな違いなんですね。聞き従う、聞き従わないということですね。ですから、この時この良いこの人のようにですね、私はまず神様の言葉を聞いて従うということですね。これはまず一つ大事なポイントなんですね。さらにこれに続いていくわけなんですね。25節、雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけたが、それでも倒れませんでした。岩の上に建てられていたからです。で、賢い人の方は岩の上に建てられた家というふうに表現されています。そして26節ですね、今度は従わない人、愚かな方は何かというと、砂の上に自分の家を建てた愚かな人に比べることができますと。で、その人はどうなるかというと、それぞれですね、雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいました。しかもそれはひどい倒れ方でしたと。25節の岩の上に建てられた方の家に関しては、風が吹いても下って書かれているわけなんですね。岩の上に建っていたから。しかし砂の上に建てられた方に関しては、風が吹くとすぐに倒れてしまったとですね、書かれているわけなんですね。東日本大震災の映像を見たときに、私たちはそのことをなんかすごく強烈にこうインパクトに残ったというふうに思うんですね。で、特に九州の方は映像で見たという方が多いというふうに思うんですけれども、土台ごと押し流されていく姿を見たとき、なんかすごい唖然とするような光景でしたけれども、土台が弱いとき、土台が緩いときにそういうことが起こるわけなんですね。で、私はこの聖書箇所を見るとですね、あるお話を思い出すわけなんですね。何かというと、3匹の子豚皆さんご存知ですね、3匹の子豚。子豚さんの3兄弟がいるわけですね。で、大きいお兄ちゃんは藁のお家を作るんですね。藁のお家をパパッと作るんですね、確かですね、パパッと。で、次男坊がの子豚さんが木のお家をトントントンって、あ、別に豚にかけたわけじゃないですよ、トントントンって作るわけなんですね。で、で、三男の子豚ちゃんはですね、レンガでお家を作るんですね。
でそのお家を作ったところに狼がやってくるわけですね。悪い狼がやってくるわけですね。で食べちゃおうということで、それぞれの家に訪問していくわけなんですね。でもなかなか出てこいって言っても出てこないですね、お家からですね、あの豚さんたちがですね。だから狼はどうしたかというと、ふっとしてですね、息を吹いて、そして家を吹き飛ばすわけなんですね。で藁のお家でできていた長男と木でできていた次男のお家はすぐ吹っ飛んでしまって、狼に食べられてしまうわけなんですね。ところが三男ですね、レンガで作った三男豚さんのですね、お家はレンガだったためにピクリとも動かず、全く動かずに、狼がもう狼は吹き飛ばすことができずに降参するっていうお話ですね。あの話はですね、すごく聖書的じゃないですかね。ですね、神様はですね、固い土台を築き上げろって言ってるわけなんですね。例えば私たちにはですね、藁のお家でできている家に住んでいたらどうなるかって言ったらですね、サタンという名の狼がやってきたときにふってですね、押し流されてしまうんですよ。藁のお家でできた木のお家でできた吹き飛ばされてしまうんですね。でも固い土台、固いレンガでできた、この固い土台の上にできた家であったら守られたわけですよね。で、固い土台っていうのが必要なんです。固い土台、じゃあ私たちにとって固い土台ってどうやって作ればいいのかっていうことですけども、私はですね、以前ですね、左官屋さんのアルバイトをしたことがあるんですね。中学卒業してすぐ、16歳の頃に左官屋さんでアルバイトしたんですね。左官の壁塗りとかですね、家の壁塗りをしたりとか、なんかこう道を作ったりとか、道っていうのはその私有地のですね、お家の中の道とかですね、そういった仕事をアルバイトをしました。日給5000円何でも忘れませんね。でそれで、やってたんですけども、しばらくした時にですね、ある、こう駐車場の中にある道路ですね、駐車場だから要は私有地の中の道路を整備するっていうお仕事があったんですね。でそれで私がですね、あることを任されたわけなんですね。何を任されたかというと、最初ですね、道路を作るときはですね、最初地面を耕すわけなんですね。土を耕すわけなんです。土を耕して、その上に何をするかというと、砂利を引くんですね。砂利をバーッと引いて、その上にアスファルトを引いて道路にするわけなんですね。で私が任されたのはこの砂利を引く仕事ですね。土を耕すのは機械がですね、ブルドーザーみたいな機械のやつでこうバーッとやって、それで私はこの砂利をこう引いていくって仕事をして、でそれで砂利を引いた後にですね、ホッピング分かりますかね、あれの大きいバージョンでですね、ダダ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 ダってですね、その引いた土の根に引いたその砂利をこう叩いてですね、固めていくって仕事があるんですね。その仕事をですね、私はこう全身揺らしながらダダ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 ダですね、この全身震えながらですね、こうやってたわけなんですね。でこれ結構筋力使うんですよ。ダダダダダダダって強制的にダイエットさせられているような感じですね。ダダダダダダってでそれやってたわけなんですけども、で固くそれで地面を作っていくわけなんですね。で実は道路っていうのはアスファルトを引いてるだけじゃなくて、硬い土台があってその上にアスファルトを引かれてる。だから車が行っても大丈夫なんですね。硬い土台がないと、私たちはですね、硬い土台がないとどうしても押し流す、ここに書かれているように押し流されてしまったり倒されてしまったりするんですけども、硬い土台があると大丈夫なんですね。で皆さん、硬い土台を作っていかないといけないですね。これをするためにヒントがあって、岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができますって書かれているんですね。でこの岩っていうところに書かれているんですね。でこの岩っていう言葉に関して聖書は海の岩ですね、という言葉は詩編の中に出てきますけども、イエス・キリストご自身のことを言ってるわけなんですね。ですね、私たちが砂の上に立っていたら、当然砂は柔らかくてサラサラしていますから簡単に崩れてしまいます。ところが岩の上、イエス・キリストというこの固い土台の上に私たちが立てば、その土台は揺るがないですからですね、最も強力な土台ですから揺るがないで、私たちは押し流されないで進むんですね。で同時にイエス・キリストのことを聖書では、身体なる教会っていうわけなんですね。
イエス・キリストは頭であり、この教会はイエス・キリストの体であるっていうふうに聖書が書いていますから、教会そのものが土台なんだよっていうことを聖書は教えているわけなんですね。つまり私たちがイエス・キリストご自身を土台とし、そして教会そのものを土台とするっていう事柄が固い土台の上に立つっていうことなんですね。で、皆さん、教会の土台にするって、そこに固く立つっていうことをですね、ぜひですね、覚えていただきたいというふうにですね。今、一つ目のポイントは引き従うってことですね。二つ目のポイントは固い土台、この教会っていうか立つってことですね。で、この固い土台の上に固く立つってことは、じゃあ具体的にどうしたらいいかというと、こうして礼拝をすることとか、祈ることとか、聖書を読むこととか、今私たちが普段語られている感謝をすることとか、そういった日々の信仰生活の中にあることです。非常にごく単純なことですけども、このことを通して固い土台が築き上げられていくわけなんですね。で、今私たちは非常に大きな時代の節目の中に実はいるわけなんですね。パトモスチーム以降、これから働きいろいろこう変わってくることもあるというふうに思います。具体的に終末の時代、リバイバルの働きに向かって具体的にその働きが開かれていくというふうに思います。もっとこう今までも始まっもうすでに始まったっていう中にありますけれども、それが具体的に顕著な形で表されてくるわけなんですね。ぜひですね、その時代を確かにしていきたいというふうに思います。で、もう一つ最後にあって、備えるということをですね、話しましたけれども、導かれたので一つ話するんですけども、終末の時代、終わりの時代において私たちは備えているわけなんですね。で、もちろん敬虚されることをですね、が一番御心だというふうに思います。敬虚されるということですね。神様の御心の人生を送ること、たまものを用いて、御霊に満たされたまものを用いること、これは敬虚の条件として聖書に挙げられていることなので、このことを私たちは成していく必要があるんですね。この敬虚の条件を覚えるためにですね、この風の響きの3週の52番ですね、御霊に満たされたまものを用い、主に言われたことを忠実に、これ覚えればいいですね。で、あとこれで敬虚の条件が整うわけなんですけども、同時にやはり私たちは終わりの時代に生かされている中で、殉教に対する備えも確かに必要であるわけなんですね。で、今回やはりパトモスチームを経て、そのもう本当にそういった銃声爆発音が隣にあって本当に恐ろしかったって、なんかですね、あとブログを見ていたら大パニックにやっぱりその空港内になったみたいなんですね。で、チームの方々もみんなもうみんな荷物を置き去りにして逃げ惑うっていうかですね、感じだったそうなんですけれども、チームの方々もそういった状況に巻き込まれてしまったそうなんですね。で、いつ殉教が起こってもおかしくないっていうことをずっと言われているわけなんですね。で、その時に大事なことがあって、その対する備えが必要であるわけなんですね。で、先週のその、愚かな娘、賢い娘の時に、油を備えておくっていうことを話しましたけども、じゃあ具体的にその殉教に対しての備えっていうことに関してですね、私たちが学んでおきたいことがあるので、少し一つは分かち合いますけれども、殉教の本ですね、皆さんも何度も聞かれた、また読まれたというふうに思いますけれども、イザヤ牧師が、書かれた方の殉教の本ですね。これの、172ページ以降に書かれている多義正門の話ですね。で、少しだけその文をちょっと読ませていただきたいというふうに思いますけれども、浦上四番崩れというものがあって、非常に厳しい迫害ですね。もう歴史上でも本当にこの指折りの迫害が許される中で、高木正門という人一人だけがこの信仰を守り通すという話なんですけども、173ページの祈りによってというところを少し読みたいと思います。ただ一人高木正門だ千上門は、滅びませんでした。この人は農民でした。字は読めず特別な学問を受けたわけでもなく、見た目には弱そうな人で、仲間さえどこからそんな勇気が出てくるのか信じられないくらいでした。彼はただ単純に教えられたことを信じて守っていただけでした。毎金曜日にはキリストの御受難を持って断食をし、祈りをしている人でした。正門は転んで労働された人より3日遅れて、転ばず信仰を守り通し、村預けということで、浦上の村に返されました。その時村の人が正門に、どうしてあんなひどい拷問をしのぐことができたのですかと聞きました。どんな強い人間でもあんな目に遭わされたら、人間の力だけでは
とてもしのぐことができません。私が転んだら天主様、また日本のたくさんの殉教者に対して申し訳ないと思い、断食の祈りを下げ、聖霊様のお助けを祈っておりました。聖霊様のお力でしのげたのでございましょう、と聖門は答えました。彼が一人だけ転ばずに信仰を守り通せたのは、特別に主にすがり、自分の弱さを覚えて祈っていたからでした。いや、むしろ彼は弱かったからこそ、断食までして主イエス様と聖霊様に真剣に助けを求めたのです。そしてその祈りは主に聞き届けられ、彼はどんなに目の前でひどい攻め苦を見せられ、他の者たちが目の前で次々に転んでいっても転ばなかったのです。主は他の誰でもなく、字も読めず無学であっても、祈り、主にすがる者に助けを与え、日本の信仰の自由を勝ち取らせてくださったのです。とあるんですね。これは実際にあった、この浦上であったことですけれども、その実際に激しい殉教がこれから巻き起こる中で、私たちがどう備えるかというと、祈っておく必要があるわけなんですね。聖書の中で終わりの時代、終末の時代に関して書かれているところに必ず、だから目を覚まして祈っていなさい、だから目を覚ましていなさいって書かれていることは、そういうことなんですね。祈っておかないと、この殉教のおけるこの終わりの時代に備えておくことはできないんですね。ぜひですね、皆さん、そのことをですね、ぜひ覚えて祈っておくことをですね、ぜひ意識してですね、成していただきたいというふうに思います。殉教に対する備えってことからに関してずっと常々語られてきていましたけれども、今まさにそれがいつ起こってもおかしくない時代の中にあるので、ぜひですね、そのことを意識して備えておいていただきたいと思います。で、今日はこの賢い人、愚かな人のところから学びました。イエス様は今、文章の中にありましたけれども、無学だとかですね、勉強ができないとか賢いとか、そういったことで賢いとか愚かというふうな言葉を使っておられないわけなんですね。ペテロや、弟子たちに対しても、彼らに対しても無学な者たちですね、弱い者たちを神様はあえて選ばれたって書いていますから、むしろあえてそういった人たちを神様は選んでくださるんですね。だけど神様に従う従わないということに関しては、愚かな者、賢い者ってはっきりと区別されていて、賢い者になりなさいっておっしゃってるわけなんですね。勉強できるかできないかが正しいかどうかではなくて、神様に従っているか従っていないかがどうかが重要なんですね。そこが鍵なんですね。ぜひ皆さんですね、神様に従って賢いですね、人たちのように固い土台の上にですね、築き上げられてですね、この終わりの時代を全うしていきたいというふうに思います。それではお祈りさせて、いただきたいと思います。天父様、この御言葉ありがとうございます。どうぞ私たちが本当にここにある賢い人たちのように、しっかりと固い土台の上に築き上げられていくことができますように、神様に引き従い、御からの教会というその土台の上に固く立つことができるように、完全に守り導いてくださいますようにお願いいたします。また今どうぞパトモスチームの上にあなたの祝福を豊かに添えてくださり、今帰国についておりますが、このフライトは完全に守られて無事に日本に到着することができますようにいたします。またイザヤ牧師、そして喜び姉妹は特別な守りを与えてください。どうぞ肉体に支えを与えてください。かなり緊張感の中で、長時間待機、強いられましたけれども、どうぞ肉体の疲れを取り除いてくださり、心も体も霊も今必要な安息を、この気になる中で与えてくださり、人の交わりを与えてくださって、どうぞ安全に、また平安のうちに帰国することができますように、豊かに祝福してくださいますように、心からお願いいたします。感謝いたします。それでは最後にお祈りをしたいというふうに思います。はじめに悔い改めをしたいと思います。罪があるときに聞かれませんので、まず最初に悔い改めのお祈りをしていきたいと思います。天道様、今私はあなたの前に出てまいりました。どうぞあなたが豊かに触れてくださり、お一人一人の心に触れ、体に触れ、精霊によって今あなたの御足の御座を、力の御座を豊かに表してくださいますようにいたします。イエス・キリストの皆によって、このがんを今完全に治れ。イエス・キリストによって、このがん細胞を今完全に消えてなくて、イエス・キリストによって命ずるこの呼吸器、この肺、また呼吸器にある、この一切の切られた霊の力を今イエス・キリストの時に縛る。今完全に癒されよ、癒されよ、癒されよ。
また不眠を取り除いてください。今不眠に、この悩ませている人がいますが、不眠を完全に癒してくださいませ。いたします。イエスキリストによってこの不眠症を完全に、イエスキリストによって目印完全に癒されよ。この方は必ず今晩から熟睡できるようにお願いいたします。あーブラ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 。またこの鬱から完全に守ってください。イエスキリストによってこの鬱を完全に守れ、この症状をこの完全に消えてなくなれ。聖霊に満たしてくださり、あなたの平安と喜びを与え、ずっと完全に守ってくださいますようにいたします。感謝いたします。主イエスキリストの御名によってお願いいたします。ね、ではお立ちください。祝祷いたします。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊との親しき交わりが私たち一人一人とともに、一度とともに、豊かにとこしえに限りなくありますように。どうぞお座りください。それではお知らせをさせていただきたいというふうに思いますが、週報を